日本とニュージーランドの関係では、日本とニュージーランドの二国間関係について述べる。両国は共に、APEC、オーストラリアグループ、艦隊併用パートナーシップ協定、OECD の加盟国である。在ニュージーランド日本国大使館は、ウェリントンに置かれ、このほかオークランドに在オークランド日本国、総領事館、クライストチャーチに在クライストチャーチ領事事務所が置かれている。 在日ニュージーランド大使館は東京都渋谷区に設置されている。1972年10月、日本の大平正義首相と会った、ニュージーランドのキース・ホリオーク首相2012年10月15日、横須賀基地にて、ニュージーランド海軍巡将ジョン・マーティンと自衛艦隊司令官松下康史日本とニュージーランドの関係ははじめ、ニュージーランドを支配していたイギリスを介して始まった。 ニュージーランドが1907年にイギリス帝国内の自治領となった後、日本とニュージーランドは1928年に通商関税公開関係暫定取り決めを締結した。1938年、日本はウェリントンに領事館を設置した。しかし、太平洋戦争で日本が太平戦線復刻をすると、両国は敵対関係となった。 1944年から翌45年には、ニュージーランドの軽寿命館、アキリーズとガンビアが日本本土を攻撃している。1947年にニュージーランドが独立し、1952年に日本が主権を回復した後、両国は1952年に外交関係を設立した。同年にニュージーランドは東京に、 公使館を開設すると、1953年に日本もウェリントンに公使館を開設した。1955年にシドニー・ホランドがニュージーランドの首相としては初めて日本を公式訪問。1957年に岸信介が日本の首相としては初めてニュージーランドを公式訪問している。両国の国交正常外交、両国は共に アジア太平洋地域の安定と発展開発へ関心を寄せていることなどから政治的な結びつきは強くなっている。両国は1958年に通商協定、1963年に租税条約、1970年に左唱免除取り決め、1980年に航空協定、1985年に ワーキングホリデー制度実施に関する合意など様々な二国間、条約、取り決めに調印している。2016年に両国間の貿易額は合計64億アメリカドルに達している。日本からニュージーランドへは主に自動車や電化製品が、ニュージーランドから日本へはアルミニウムやチーズ、キウイフルーツ、牛肉がそれぞれ輸入されている。 2014年には8万1000人の日本人が観光目的でニュージーランドに渡航している。一方で4万1000人のニュージーランド人が日本に観光目的で渡航している。ジョン・スタン・ホープ、リード・ジョン・スタン・ホープ、リード・テッド・テイラー・ジョン・スコット・ハンター・ウェイド・トム・ラーキン、ロッド・ミラー・グラハム・アンセル・ロジャー・ペレス・リチャード・ノッテージ、ロドニー・ジェームズ・ゲイツ・デビッドキース・マクドウェル・マーティン、ウィーバーズ、 ニール・オルタン・フィリップ・ギブソン・ジョン・アンソニー・マッカーサー、ヤン・フォーブス・ケネディ・ウィリアム・マーク・シンクレア・スティーブン、ベートン・ヘミッシュ・ネビル・フランジス・クーパー。ありがとうございます。